ハロー、ニメハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第185回配信を撮っていきたいと思います。さて、キャンプトランキル、上から降りてきまして、警備兵に警備の場所を変更するということをお伝えします。実直な帰国大使さん、なんとローアパスに魔物が。わかった、ランドゥーネル隊長のおっしゃる通り、ローアパス付近の巡回に赴こう。あと2人かな、知らせる。あれ、討伐対象だ、いける。この AOE 範囲攻撃を避けてるときに、この自分の強化が切れちゃうのもったいないなーって。何体？ 4 体か。この辺に、あ、お堅い帰国大使さん、こんにちは。伝令ご苦労だったな、冒険者。道行く人を守るのも我々の務め。急ぎローアパスの警備に着くとしよう。そして、カメさん、ちょっとあと2体のバーサクが消えちゃうんだよな。あ、これ使っときゃよかったね、スタン。これで4体かな。イエイ。また手帳とかも、あ、ストローパーさんもそうだね。あ、違う。スカンポのとこにいる。あとは。まあ、録画アイデアやっとこうか。ここスカンプじゃないけど、ストローパーさんいるね。さて、古風な帰国大使さん、監視の甲斐あって、アダマンタスの対乱、お卵を狙う者も減った。一切全て承知した。次はローアパス付近の監視を強化するとしよう。まあ、ストローパーさんは後で。ああ。こっち？じゃない、反対だよ。
さて、じゃあ隊長に報告でよろしいかな。さあランドゥーヌさん、クックック、いいねいいね、アダマンタスの警備はすっかすかだぜ。今がチャンス。あーゴン、伝令にご協力いただき感謝します。さてさて、私もローアパスの状況には気をつけねばなりませんね。コンプリート。じゃあランドゥーヌさん、次のクエが出ております。アダマンタスの対談、キャンプトランキルのランドゥーネルはとても忙しいようだ、てんてんてん、ジュジュ。ふう、忙しい忙しい。ローアパスの警戒には本当に神経を使いますね。根渡り沼付近を警備する余裕なんてとてもありませんよ。さあ、これで誰もてめえと邪魔はしねえ。アダマンタスのお卵は根渡り沼の北東だ。ただし卵を狙う敵は容赦なく襲われるぜ。てめえに度胸があるなら言ってきな。お、度胸がね。なんか物がいっぱいになってきたし、チョコボにちょっと預かってもらおう。まあ、こんだけ開いてるでいいかな。セトン。さて、どう降りてく。こっち。勝てるかな。これ食事とかってさ、ん？あ、あれはあれか、白魔導士のメインクエというかジョブクエですね。違う、食事をちょっと取ってみようか。なんか強くなるやつある？スペルは関係ないな。この辺食べとこうか。この辺？卵。お？これでは？あ、でっかいですね。あ、バーサーが消えちゃった。よし。さて、卵。なんかすまんな、アダマンタス。どうしようか、ここにもう来ないかもしれないし。ストローパーさんだけちょっと倒しとく。ゆっくりだな。
あ、ちょっと遅かった。しまったな。ちょっと待って、あれだね、油断するとね、死ぬよねっていうね。ちょっときついかな。まああと1体だし頑張ろうか。本当はバーサクが回復してないとだいぶきついね。これで4体かな。さて、ストローパーも倒したし、あとは報告です。この卵が珍味でよかった。さて、ランドゥーヌさん行ってまいりました。おやおや、ローアーパスの警戒が忙しい私に何か報告でもあるのですか。卵取っちゃいました。クククいやいや、本当に持ってきちまうとは大した玉だぜ。てめえの度胸は確かに見届けた。こいつは俺から副団長に送り届けておくぜ。特別な晩餐に必要な珍味はあと2つだ。さっさと次の珍味を探しに行くといいさ。南ザタランにある忘れられたオアシス、そこの元海遊旅団ウオドヌンに話を聞きな。ほう、というわけで、ではどうしようかな。あ、一回じゃあね、グリダニアに戻ってですね、カモミールハイクオリティを園芸師ギルドに納品してから移動しようかと思います。では、グリダニアまでワープ。さて、あいにくの雨ではありますが、グリダニア園芸師ギルドまでやってまいりました。では、あ、こっちのサンドレさんですな。これちょっとあれの似てる人がいますよね。ああ、お前が担当になったのか。早くカモミールハイクオリティを持ってきてくれ。頼むぞ。
ありますとも。渡す。カモミールを15束確かに受け取った。ご苦労だったな。助かったよ。うん、いい香りだ。こいつをカモミールティーにしてやると一層香りが引き立つんだ。お前も作ってみるといい。さて、あとは荷造りをしてグリダニアランディングに持っていくとするか。確か宛先はウルダハだったな。カモミールティーはあの都市の金持ち連中の間で評判がいいんだが、少し複雑だよ。金銭を最重要視するあの都市の奴らにカモミールティーをたしなむような気品があるとは思えん。香りよりも金額を味わっているような印象がある。いや、こういうのは偏見か。いかんな。こうした古いグリダニアの体質はおいおいと見直していかなければ。そうだぞ。いろんな人がいるからな。全部下がるな。お金。特に何も帰れないね。寂しいな。さて、じゃあ次のクエもフフチャさんに出ておりますので受けてしまいますかな。フフチャさん久しぶり。レベル30クエスト自然の洗礼。エンゲシギルドのフフチャが何事か困り果てているようだが。受注。まずいことになりました。ギルドで育てていたアリゲーターペアハイクオリティが虫の被害によって全滅してしまったんです。仕方のないことではあります。自然と付き合うのが私たち園芸師の仕事。手厳しい洗礼に見舞われるのも宿命のようなものです。いちいち自然を恨んでいては園芸師は務まりませんが、しかしながら運の悪いことにちょうどカーラインカフェから注文が入っているのです。幸いなことに虫にやられたのは私の農園で育てていたアリゲーターベアのみ。その他の場所で取れるものならばまだ望みがあります。アリゲーターペアを探し採集する手助けをしていただけないでしょうか。国営の森で取れる農作物について詳しいものを紹介します。ソリューという園芸師がベントブランチ牧場を見回っているはず。彼の話を聞いて指示をもらってください。どうしようか。多分そんなにかからん気がするので、ちょっとベントブランチまで行ってまいりますかね。ではベントブランチまでワープです。さてベントブランチ牧場までやってまいりましたので、プリプリソリューさんに話しかけていきます。違う、こっちアリゲーターペアを探している。ああ、そういえばフフチャさんの農園が虫にやられたんだっけか。カーラインカフェからの注文分が足りないんだね。だったらクオーリーミルに行ってみるといい。あそこの北東の茂みで採集できたはずだ。俺たちじゃあちょっと尻込みするような場所だが、君みたいな冒険者に手伝ってもらえるならフフチャさんも心強いことだろう。おっと、長話をしている場合じゃなかったか。確かカーラインカフェからの注文は15個だったな。さあ急いで行ってきな。手持ちがそこまででもなかったかな。あ、通常しかない。あ、ひょっとしていくつかディテイナーさんに預けてあるけど、でも15個はなかったよな。じゃあめっちゃ畑を踏みやらしてるけど、じゃあクオリーミル近辺で採集してきたら、もうそこはちょっと省いちゃおう。もう取ってきてフフ社さんに報告のとこまでちょっと飛ばしますね。さてアリゲーターペアハイクオリティを15個刈り取ってまいりました。フフチャさん、連絡はもらいました。アリゲーターペアを集める算段がついたそうですね。15個ですがよろしくお願いします。取ってきました。そしていらないアリゲーターペアが49個。確かに受け取りました。これで注文に間に合いそうです。ミューヌから怒られずに済みます。
彼女、店でアリゲーターペアのサラダを出すそうですよ。こってりとしたアリゲーターペアを使ってお腹を空かせた冒険者でも満足なサラダにしたいとか。あれかな、なんか。それにしても今回はお世話になりっぱなしでしたね。あなたがいなければギルドの信頼が大きく損なわれるところでした。アボカドみたいな味なのかな、アリゲーターペアって。アボカド美味しいですよね。さあ、全てが天然自然の恵みである以上、園芸師の収穫物というのは決して安定しているものではありません。特に今回のように自然の力によって手痛い疾病返しをもらうこともあります。しかし園芸師であるのならば、それすら謙虚に受け止めなくてはいけません。決して恨んではならないのです。自然は決して敵でも仇でもありません。恨みを込めて自然を憎む者がいるとしたら、自然は二度とその者に恵みを与えることはしないでしょう。難しいですね。下がるけど、リテイナーさんが今ギャザラーばっかり二人にしてしまいましたので、あ、リテイナーさんもう一人作ったんです。ミコッテの、女子で作りました。でもスグリーン、靴がないんだよね。こっちにしとこうか。レベルが上がりました。とうとう45に。さあ、ふふちさんに次のクエも受けていきますか。その前にちょっと待ってよ。さあ、レベル35クエスト、凱旋を彩る森の恵み。園芸師ギルドのフフチャは冒険者に依頼したい仕事があるようだ。受注。まあ、シャンメさん、よく来てくれました。ここに来たということは手が空いてるんですよね。戦争に手を貸すようで気が進まないのですが、私の旧友調理師ヤニーの依頼を果たしてもらいたいのです。近くイクサル族との戦いから凱旋した親友隊の大使をねぎらう宴があるそうなんですが、そこで出す料理の材料が足りないということなのです。ローレルというハーブを20束、南ザナラーン、リトルアラミガの北東付近にある草刈り場で採集して私に見せてくださいね。あ、ちょうど今から行くとこですよ。いや、ありがたい。というわけで、ではでは、まあいろんなクエが、ちょっと待ってくださいね。これもザナ、南ザナランのオアシスのところ。そして、これも、剣術師ギルドも南ザナラン。そして、これか。これも南ザナラン。そしてですね、これで足りないものが南ザナランなんですよ。というわけで、これもうちょっと後になるかな。じゃあザナラーに向かいますかね。先にでも着いたらこのエーテル計測器をこうずっと持ち歩いてるこの計測器を渡してしまおう。というわけで、じゃあ今回はちょっと短めですが、ここまでにしておきますかね。では185回ご覧いただきありがとうございました。次回はザナラーにワープしていると思います。では失礼します。